あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない飛行手に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。いるんだ、手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。人を追ってこない飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。了解だよ。了解だ。負けるもんか。頼んだよ。了解だ。行くよ。
ぞ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。了解だ。役に立てた。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。してる時間はねえぞ。このままじゃ司令班まで潰されて全滅だ。この距離ならまだ奴の気を引いて撤退までの時間を稼げる。力を貸せ。支援団だ、助けないと。
なに犯人だよ。私の犯人は奴のことを伝えねえと。なんとかしないと陣形が壊滅します。そんな奴が。分かった、先回りして罠で足止めする。右翼は巨人の集団に襲われて壊滅した。奴がそんな司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を引き入れてきたの。奴の存在を本体に知らせないと。だが巨人が邪魔だ。伝令班が襲われている。助けないと。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ中央後方とかにいるはずだ。頼んだよ。私も行く。私も行くわ。できんな。このまま奴の注意を。ただし無茶だけはしてくれるな。頼んだよ。頼んだよ。分かったよ。こいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。